本日の3問に入る前にお知らせです試験まで約3ヶ月そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいてコンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます勉強の仕方を間違えなければ卓研試験は4ヶ月あれば一発で合格できます 弊社の受講者の中でも中卒で元とび職法律知識が全くゼロこの方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しましたこの方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんであなたも今年合格できます勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したい もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです 短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有したものはその所有権を取得する丸かツかという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいでまず平穏かつ公然にと これどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね。暴力によって、その土地とか建物とかを、えー、まあ占有しているっていうのかな、使っているとかじゃなくって、もう自分のもんだと思い込んで、暴力とかにもよらずに占有していると。で、さらに公然にということなので、別に隠してもいないと。もう公な感じで、えー、隠さずに、人のものだけども自分のもんだと思い込んじゃって、えー、使っている、占有していると。 そういった場合、えー、所有権を取得する丸かツかという問題です。で、答えはツなんですね。これなぜかというと、ルールは2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が占有を開始した時点で、善意無過失の場合、つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合、この場合は10年経過することで、時、え、効、ー、を援用して所有権取得できるんですね。 自己援用するってどういうことかっていうと、10年経過したから、もうこれ自分のもんですよっていうふうにまあ主張すると、権利を主張する。まあこれが自己援用するということなんですね。で、もう一つのルールっていうのは、悪意もしくは有過失だった場合、つまり占有者っていうのが他人のもんだと分かっていて占有していた。もしくは他人のもんって分からなかったけども、それ落ち度あるよねと、知らなかったとしてもそれは落ち度がある。過失がある。 そういった場合っていうのは20年経過しないと所有権を取得できないんですね。つまり一概に10年間所有の意思を持って占有したと。したとしても所有権を取得できるとは限らないということなんです。この青文字の悪意もしくは有価質だった場合は10年経過したとしてもこれ、えー、自己取得できませんので。だから答えは誤りだというふうになります。で、問いにですね、媒介契約です。 え宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合、売買契約書には誰が記名応押印して、誰が B に売買契約書を交付しなければならないかという問題ですえ。これ2つですね、質問あるんですけども、まあ、実際このようなです、ねえー、穴埋め問題ございません。ただこの部分はちゃんと頭に入れてほしいので、穴埋めにいたしました。で答えはいずれも宅建業者 A ですね。 媒介契約書には、宅券業者 A が記名応印して、宅券業者 A が媒介契約書を交付しなければなりません。媒介契約書に記名応印するのは取引士ではないので、え注意しましょう。また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅券業者 A なんですね。ただ、A は会社なので、実務的にはその担当者ですね、が代理として交付しております。で、問いですね。開発許可の処分について不服があるものは、 都道府県知事に対してて異議申し立てをすするることとがでできる丸かかという問題ですで答えは、×です。開発行為の不許可の処分に不服があるものは、開発審査会に対して審査請求ができるんですね。で今回の問題は、都道府県知事に異議申し立てってなってるんですよ。なんで、都道府県知事ではなくて、開発審査会なんですね。で、異議申し立てってこれ書いてあるんですけども、今現状ですね、異議申し立ての制度、もうないんですね。 今はもう審査請求に変わっています。なんでまあこれからの試験で出るってなるとここは審査請求に変わって出題される感じですねおそらく引っ掛けるのはここですね都道府県知事に対して審査請求することができるっていうふうにおそらく変えて出題されてくると思いますので都道府県知事じゃないんだと開発審査会なんだというふうにこれはもう覚えていただければ大丈夫です今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした